やるじゃん。ゆるゲーはつまんないからね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、Steam 実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりにソフトを紹介したいなと思います。 Steam ではね、ゲームだけじゃなくてソフトウェアも購入することができて、まあ、無料だと有名なのはブレンダーであるとかね、あとパワーディレクターなどの動画編集ソフトなんかも売っていますし、まあ、様々なソフトウェアが売ってるんですが、今回このライブ 2D ビューアー EX 言えてない、はい、ライブ 2D ビューアー EX、 これを紹介したいと思います。はい、このソフトはですね、2017年7月1日と比較的最近出た、まあ、非常に好評の評価のソフトなんですけど、はい、ライブ 2D を利用してデスクトップを、カスタマイズできる、そういうソフトとなっています。でね、これかなり安くてですね、はい、498円で購入することができるんですね。で、まあワンコインディーで紹介しようかなと思ったんですが、あのコーナーはあくまでもね、インディーゲームを紹介する、コーナーなので、今回分けて、はい、撮ろうかなと思いました。はい、じゃあ早速ですね、百聞は一見にしかずということで、はい、ライブ 2D ビューアー EX 起動していきたいと思います。受けてみなさい、オーニ。はい、ダウンロードして起動しました。デフォルトはこんな感じですね。もうあらかじめね、 2D キャラが、はい、用意されています。はい、これね、フェイスリグのライブ 2D をダウンロードコンテンツとして購入するとついてくるデフォルトのキャラクターですが、はい、こんな感じで、キャラクターが表示されます。で、早い話、これで何ができるかというと、常にデスクトップ上に、ライブ 2D のアバターを表示させることができると、それで遊ぶことができるということです。はい。簡単に言えば。で、これ、クリックするとですね、はい、こんな感じで。はい。いろんなアクションを起こしてくれます。はい、こんな感じで。これも、この、ライブ 2D に登録されていればっていうことですけどね。はい。ちゃんとこれクリックするとモーションするようにあらかじめデフォルトで設定されているので、こんな感じになりますね。で、一つ最初に、していただきたいのはですね、はい、設定ですね。はい、このタスクバーからこのライブ 2D ソフトのアイコンを右クリックすると設定っていうのがあるので、ここで、はい、PC 起動時に自動起動するかとか、はい、選べるんですが、今デスクトップアイコン透明度っていうのを変えてるんです。で、デフォルトはアイコンが表示される状態なんですけど、ちょっと邪魔なので、自分アイコンいっぱいあるので、はい、非表示にしていますけれどもですね、ここにランチャーが起動してるんですね。で、ここの透明度をゼロまでしてしまうと、このランチャーがなぜか起動しないというバグかなんかになるので、ここちょっと上げといてください。ちょっとでいいです。はい、こんな感じで上げといてください。するとこれが、使えれますね。はい、で、これの使い方、上から順番に説明していきたいと思いますが、まず、クイックメニューですね。これはどういうことをするかっていうと、まあそのままなんですが、背景を設定することができたりするものですね。例えばローカルで、自分が画像を設定しているのであれば、ここから選んで、背景変えることができますし、で、雨を降らせたかったらこの雨のところをしたり、雪を降らせたかったら雪、もちろんこう複合的にできます。今雨と雪両方クリックしているので、はい、みぞれみたいになるっていう感じですかね。はい、こんな感じできますし、で、マウスコーカーのところを押していただくと、ちょっとこれ邪魔ですね。はい、こんな感じでクリックすると、はい、キラキラしたものが出るということで、はい、こんな感じで、漂うクズが出たり、そうですね、分かりやすいところでは水玉ですね。はい、自分のオリジナルの壁紙にして水玉にするとちょっと動きがあるっていう感じ
ですかね。はい、こういうこともできますし。で、フィルターですね。これも面白くて、いろんなフィルターがあるんですけど、例えば漫画フィルター、ちょっと押してみましょうか。はい、漫画フィルター。はい、こんな感じで白黒になります。で、漫画2。はい、こんな感じです。ちょっとスクリーントーン使ったような感じになるんですよね。で、漫画3。漫画4。漫画5と。まあ、いろいろあるので、試してみてください。漫画フラッシュ。ね、こういうのありますよね。はい。で、フラッシュカラー。そしてフラッシュ白。みたいな感じで、フィルターもかけることができます。で、ウィジット。これもね、デフォルトでこんな、便利なものがあるのかっていうことを思ったんですけど、例えばこれアナログ時計ですね。ちょっと見にくいですけど、はい。アナログ時計。すいません。デジタル時計ですね。すいません。失礼しました。はい。アナログ時計ですね。全部出していきましょうか。はい。デジタル時計。はい。カレンダーですね。はい。こういうこと。も設定できますし、あとリマインダー、音楽プレイヤーですね。はい。こういうのもありますし、そうですね。あと、リソースモニターといって、CPU の占有率、メモリの占有率とかを、こう、表示させてくれるものもあります。はい。ウィジットも結構あるのでね、後でご覧になってみてください。はい。こんな感じで、GPU の温度と使用率とかね。はい。CPU の占有率とか見ることができます。リソースモニターもあります。はい。そういうウィジットをこのクイックメニューから選ぶことができますね。はい。で、今ちょっとリソースモニター消しますけども、次。はい。編集っていうのを、クリックすると真ん中のところですね。このモデルに対しての、アクションを設定することができます。どういうことかというと、例えばスケール。をこうつまみをすると、こう大きくしたり小さくしたりしますね。できます。だからまあ小さめに表示され、しとくと可愛いかもしれないですね。で、回転もできます。こんな感じね。はい。できます。で、そうですね。あとミラーですね。はい。左右反転することもできますし。はい。表情とかをクリア押すことで、通常のデフォルトに戻すこともできるという感じですかね。はい。こういうふうに個別に編集してモデルを、設定することができるってことですね。で、一番最後。はい、コントロールパネル。これがメインのパネルになると思うんですが、はい、開きます。デフォルトはこんな感じで、ようこそということで、日本語と、さっきの、フローティングボタンですね。これを表示させるかどうかを選ぶことができます。で、まあ、ここはまあ、送っていきますね。はい。で、そうですね。もうちょっと、こっちに寄せて。はい。で、コントロールパネルを出しましょうか。はい。で、まずですね、モデル。これはワークショップから、いろんなモデルが出てるので、はい、ワークショップを見るを押していただくと、はい、いろんなモデルがあります。はい、これを。見てください。で、今、試しにですね、自分がダウンロードしている上位、にある人気の6人をちょっと出しています。はい。で、さっき言ったように背景ですね。背景、ワークショップから背景を、ダウンロードすることもできますが、背景ですね。ただね、ちょっと重いんですね、やっぱり。57メガとか。42メガとかね。1個に対して71メガとか。はい。どうしても多分アニメーションするような背景になるので、その辺はウォールペーパーエンジンと同じだと思うんですよね。なので、背景を設定するのは、次回の動画応用編で説明しますけど、ウォールペーパーエンジンに任せて、デスクトップをこの、ライブ 2D と、に任せると。まあ、役割を分担するといいんじゃないかなと思います。はい。で、背景ももちろん、このワークショップからも選ぶことができますね。で、さっき言ったようにローカルですね。はい。ローカルっていうところから、この追加をしていただいて、例えば、自分は Steam というフォルダを作っていて、自分がスクショ撮ったものをまとめてフォルダしてるんですけど、はい、そういうものをこうやって背景として入れることができますね。これは、あれですね、ユーロトラックシミュレーター2の日本、
モッドを入れて記念に撮ったやつですかね。はい、こんな感じで、背景も変えることができますし、はい、さっきクイックメニューのところに出てきた効果ですね。はい、でフィルターもね、ちゃんとこんな感じで背景にも適用されるんで面白いですよね。自分が撮ったものが、はい、こんな感じで背景にも適用されて、いろんなこうシーンを、はい、撮ることができるのでね。はい、で、ちょっと面白いシーンができたなと思ったら、例えばそうですね、さっきちょっと面白かったなこれ。はい、でこのシーンっていうところをしてもらってですね、背景なんかをこう撮ることもできますしね。はい、新規、はい、撮れましたね。はい、こんな感じで、スクショも撮ることができます。はい、で、設定ですね。はい、ここも、はい、自分の名前、呼び名であるとかを変えたりとかですね。はい、そうですね、はい、30fps か 60fps とか、はい、スペックによって多分、フレームレート違うと思うんで、まあ、このあたり、フレームレートも表示させることができるんで、この右上に。はい、自分の場合だとスペック足りてるので 60fps でも十分出ますけども、はい、まあ、より滑らかにしようと思えば 60fps は必要かもしれませんが、はい、こんな感じで、はい、自分のパソコンのスペックに合わせてできますし、はい、3回クリックすると例えばクイックメニューを表示させるとか編集パネルを表示させるっていうのもここで設定することができます。なので自分の、パソコンのスペックに合わせて、まあ、使い勝手の良い風にいろいろ設定することができますね。はい、でちょっと、フィルター戻しますね、元に。はい、でこの設定のところにはモデルの設定もできるんですが、これは覚えておいた方がいいっていう点ところをちょっとしたいと思いますが、このマウス追従ですね。はい、どういうことかというと、今デフォルトだとこうやって、はい、マウスを動かしたとしても追従してないですよね。でこの追従を自動にするとですね、どういうことが起こるかというと、はい、こんな感じで、はい、マウスの追従に合わせて目線も動きますし、はい、体ごと動きます。これはなんでこれをことができるかというと、ちゃんとモデリングしてるからなんですね。はい、なのでキャラによってはこんな感じで動かない場合もあるので、そこは注意が必要かもしれませんね。はい、で、モデルですけども、ここの右上に番号があるじゃないですか。これが示すようにですね、最大5人まで、同時に表示させることができます。ちょっと出してみましょうか。もちろんね、2をクリックして、出したりとかするんですけど、もちろん同じキャラを5人出すこともできます。はい、じゃあちょっとはい、追加していきますね。はい、ね、はい、で、さっきのマウス追従、はい、ちゃんとモデリングされていれば追従します。これちょっと甘いですよね。はい、これはもう全く追従しませんね。はい、だからこうやって追従とか、クリックすると、はい、話す、はい、話すんですけど、こうやってちゃんとしっかり作られている 2D モデルはワークショップの中でも上位にやっぱり来てますよね。これが一番なんか多かったんですけどね。はい、確かにこのおっぱいの揺れ具合とかかなりリアルですね。はい、人気なのもわかるような気がしますが、はい、で普通にこうやってモーションだけの時もありますし、はい、こんな感じで5人同時に出すことができますね。なのでこれを出しておいて、例えばクイックメニューのさっきのフィルターをかけてみますか、どうなるか。はい、こんな感じで漫画調にしたりですねしながら、はい、こんな感じでいろいろ遊んでみてください。はい、いろいろあるんで、はい、もちろん何度も言ってますが、はい、こうやって合わせ混ざもできるんで、はい、いろいろ試してみてください。はい、で、そうですね、まあ大体こんな感じですかね。なので例えばこのデスクトップの壁紙をですね、
まあ、部屋の壁紙なんかしてこうやってアバターを置いてみて、表示させても面白いかもしれないですね。はい、そうすることでこういろんな、シーンをこう並べておいて、そしてこの、シーンというところで、カメラを撮れば、はい、こんな感じで、撮ることができて、これを、ね、SNS なんかでシェアすることもできますし、はい、楽しむことができますね。はい、まあ、基本的な操作はこんな感じですかね。あとはまあこれを使って、まあ、どういうことをしていくかっていうのはもうその人のセンス次第というかになりますよね。はい、以上、ライブ 2D、ビューアー EX の基本的な操作の説明でした。で、次回は、ウォールペーパーエンジンとの連携、そしてフェイスリグとの連携であるとか、あとちょっと進んで、音声の、合成の仕方とか、そういうことを説明できればと思いますので、もし興味があったらまた次回の動画を見てください。というわけで、もし、このソフトの解説動画が役に立ったのであれば、グッドクリック、またチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。ユーロでした。バイバイ。